まさかとは思うけど。超能力あるし。あんたって、つまり？実はヴァンパイアです。この子200歳くらいなんだって。どうやら本物らしいね。私たちにしかこの子は守れないよ。献血部にも初めて具体的な目標ができるってわけだ。渡部真希、血液型 AB。 隅田仁子 A 型。運転なめ O 型。今野薫 B 型。にゃ、私友達が欲しい。このヴァンパイアを保護し、その生態を研究することにする。美少女の幽霊だそうで。他の3人に比べて随分熱心に世話を焼いてるようだが。かわいいちゃん。お前らヴァンパイアと心中でもするつもりか。私なんでこんなに必死になってるんだろう。もうさ、私たちの手に負えないんじゃない。いっそのこと献血バスでも襲っちゃおうか。いずれは誰かが、いや全員が前に襲われることになるかも。いいよ、噛んでも。私たちは出会うべくして出会った友達だから。ちぃ友達ってか。